せーの、ミニモニ、ちっちゃい。どんどかどんどかどんどかどん、イエイ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 。ということで、今週が、ミニモニのコーナータイトルがミニモニちっちゃいになりました。おはっさとはオーハーでおなじみテレビ東京の大人気番組。山ちゃんはおはっさのメイン司会者、かなちゃんはおはっさのナビガールなんです。オーハー、ちゃんとオーハー、オーハー正解です。元祖オーハーです。こんな時間に、こんな時間、こんな時間って、あーそうだよ、もうとっくに寝る時間って、そんなわけないでしょ。まだ昼前で、君が出てどうすんだよ。君が出てまだね、まだね。実はね、はいはい、実はね、ハローモーニングに、ミニモニっていうね、はい、お笑いトリオがいるって聞いて、はい、やっぱりすごいお笑い好きだからね、どんな感じなのかなと思ってね、すごい可愛くて面白いお笑いトリオ、はい、お笑いなのね。ちょっと可愛くて面白いの合ってるんですけど、はい、お笑いトリオじゃなく、私たち一応メジャーデビューを目指して頑張ってるんです。あ、お笑いじゃないんだ。はい、じゃあ辻と加護にミニモニの説明を お願いします。はい、ミニモニ、はい、私たちミニモニは矢口さんが勝手に作ったユニットなんですが、なかなかメジャーデビューできないんですよね。そうなの。落ち方はあるんですけど、はい、CD が出せないんですよ。出すんです。出すの、はい、はあ、じゃあね、はい、そうだ、CD でも勝手に決めたってことで、はい、おはしさんがね、はい、応援するよ。あ、応援しちゃうよ。応援するよ。だからおはしさんでコーナー持ってデビューになればいいんだよ。マジですか。そう、ちょうどね、カナが今月いっぱいでおしまいなんで。いや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 、早かった。ちょっと言わないでよ。でもやるか、はい、なんていうのを目指して、はい、じゃあ行きましょう、はい、みんなも一緒に、はい、せーの、はい、えいえい、おー、はー、決まった。じゃあこれから最後にその決めてくるから、はいはい、頑張ってな。またね、またね、どん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 。すごい人たちでしたね。ということでミニモニの、レギュラー番組も決まったことなんですが、CD も矢口が勝手に出すことを決定しました。はい、決定しました、はい、いいですか。おはふたには応援してもらって3人頑張っていきましょう。はい、はい、はい、ということで、祝いの舞として一発いっときますか。はい、はい、お、準備いきますよ。せーの、ミニモニちっちゃい。どんどこどんどこどんどこどん、イエイ。どんどこどんどこどんどこどん、興奮冷めやらぬミニモニですが、さらに矢口から重大発表が。ここで新メンバーを入れたいと思います。うるさいよ。いやね、実はね、すごいミニモニに合う人を見つけたんですよ、矢口が。何を何を聞いて、誰って聞いて、聞いて。誰ですか。知りたい。紹介します。身長146センチの国産ハイスター、やわらちゃんです。そう、矢口がミニモニの新メンバーに選んだのはやわらちゃんこと田村亮子選手。今年のシドニーオリンピックで世界のトップに立ったやわらちゃん。日本中に大きな感動をもたらした彼女もミニモニと同じ150センチ以下のちっちゃい女の子なのだ。新メンバー、新メンバー、これですか。どこにいるんですか。まあね、来週にはこのスタジオに来てると思うんで、来週は気合を入れて、収録に臨むように。 OK ですか。はい、はい、じゃあいつもの言ってきますか。はい、せーの、ミニモニでしたー。